ポエムのリーディングをやらせていただきます。これはまあ、オブジェみたいなもので置かせていただきます。では、いきます。オノマトペ不適合者の歌。我々の耳や目はそれぞれの見方、聞き方があるというが、本当にそうだろうか。大方は大多数の人が使う共通の感覚の正解のようなものがあって、それを適材適所使い分けているだけではないだろうか。今から紹介するオノマトペ適合者の一般的な擬音の回答例があるので見てみよう。例、なだらかな坂道をスイッと下る、財布の紐をギュッと締める、重い荷物をどさっと置く、大きな鳥がバサッと羽を広げる、水滴がポタポタと落ちる、扉をどんどんと叩く、テーブルのカップがカタッと揺れる、冷や汗がだらりと流れる、花びらがハラハラと舞う、あまりの高所に気分がヒヤヒヤする、彼は酒を水のようにガブガブ飲む。次はオノマトペ不適合者の貴重な擬音回答例を見てみましょう。なだらかな坂道をペツンと下る、財布の紐をデクンと締める、重い荷物をクリョンと置く、大きな鳥が羽を小然と広げる、水滴がミャプミャプと落ちる、扉をムッジと叩く、テーブルのカップがスツンと揺れる、冷や汗がゼツームと流れる、花びらがトシュと舞う、あまりの高所に気分がデツデツする、彼は酒を水のようにみょりみょり飲む。いかがでしたでしょうか。不適合者という部にあまりにも惜しく、独創的かつオリジナリティあふれる擬音感覚を有していると言わねばなりません。ハンデをしたように確率的な擬音感覚に別れを告げ、新たな擬音の深海地へと歩き出した彼らに惜しみない賛辞を送るものであります。あなたなら沸き起こるその拍手の擬音がどのように聞こえるだろうか。どうもありがとうございました。もう一遍じゃ時間これをたまにこう、まあ、見てくださってもいいんですけど雨降る都市の雨傘の群れ、行ったり来たりすれ違いを抜け、鮮やかな都市の保護色に溶け、しだけた朝の言い訳を聞け、そびえるビルは巨大な墓地、実感できぬ生きた心地、奈落へ直下地獄へ落ち、いつか這い出す期待の順番待ち、昨日の土曜の異様な紅葉、無用な御用の奇妙な問答、ご都合主義で派手な闘争、ルート18命がけの暴走、雨降る都市の退屈な景観、死にたくなる泥沼から生還、あなたと僕の人生を交換、俺は大人だ、すべて定款。私は誰だ、自分探し、調べてみても答えはなし、努力したって成果はなし、誰でも思い当たる話、義理と人情をかなぐって捨て、西の荒野をひたすら進め、人の失敗は心の慰め、避けて通れぬ別れの見納め。どうもありがとうございました。